月に一度県内19市町の魅力を発信する HAB ふるさとプロジェクト、今月は中野と町です。ちょっとね、いろいろ見ていきたいと思うんですが、中野と町人口はおよそ1万7000人です。そして繊維産業や農業、米作りが盛んな町としても知られているんですけれども、弥生時代の遺跡から日本最古のおにぎりが出土したことでも話題になりました。そしてですね、登れる古墳、雨の宮古墳群をはじめ古墳が点在しているということで、まあ、ちょっともう歴史好きにはたまらない町になっているわけですね。で、どぶろくが特産品なんですが、牧野さん飲んだこととか？のと言った帰りに、あのお土産物屋さんで売ってたりもするので、はいはいはい、買って帰りますよ。やっぱりそうなんですね、はい、ということでですね、今日はそんな中野と町の魅力、久保アナウンサーが取材してきました。今回は中野と町の中心部から車で15分ほどの場所にあります国指定の史跡、赤道山をご紹介します。およそ1300年前、山岳信仰の場として開かれた場所なんです。こんにちは、久保明子です。この時期は新緑がとっても綺麗で、鳥たちも気持ちよさそうに鳴いています。私が今いるのは大宮坊という赤道山全体のお寺の運営を司っていた場所なんです。で、こちらにはですね、大きな本堂があった跡が残っていますよね。石がたくさんあるので、ここに柱が立っていたんだなというふうに分かります。今はね、タンポポが可愛く咲いてます。さあ、そしてこちらには大きな建物があるんですけれども、発掘調査をもとに平成14年に復元整備されまして、自由に中を見学することができるんです。立派な建物ですよね。そしてその前には可愛らしいキャラクターが描かれた、ね、この僧兵のキャラクターが描かれたパネルがあるんですよ。とっても個性が、ね、あるんですけれども、ちょっと一人だけリアルな、久保だな、はい、わ、お待ちしておりました。すごいじゃないですか。ちょっともうこの佇まいは、あなたは僧兵ですね。そうじゃ、そうじゃとおっしゃってくださったこちらの方は中野と町役場の駒井さんです。今日は歴史ロマンをたっぷりとご紹介いただきます。よろしくお願いします。うむ、心得て候。はい、もうここからは普通で大丈夫なんでね。わかりました、はい、なりきってくださいました。さあ、駒井さん、この赤道山、能登における重要な拠点だったんですよね。はい、赤道山は山岳霊場の、信仰の場所として、うん、戦国時代には上杉謙信の武将がこちらで七尾城を攻略するために、本陣を構えたと言われています。そうなんですよね。その赤道山を拠点にした理由の一つが位置関係なんですね。そうです。当時七尾城は、山の高さ、標高300メートルあったんですが、うん、その時、赤道山は、高さ564メートルでしたので、七尾城の様子がよく分かったと言われております。まあ、それが一つ、赤道山が、の僧兵たちが、この七尾城を攻め落とせた、まあ、一つの勝因だったかなと思います。はい、七尾城よりも標高の高いこの赤道山に今日構えて計画的に攻略したということなんですね。そうですね、はい、上杉謙信がこちらの赤道山に構えた、うん、本陣を、甲冑姿の、兵であったり、この赤道山が、うん、僧兵が、まあ、一旦戦争となったら、こういう格好になりますので、うん、それを、まあ、知っていただくための、PR 動画を昨年、はい、秋に作りました。ね、ちょっと七尾生まれとしては少し複雑な気持ちもあるんですけれども、今回その PR 動画の一部を特別にご覧いただきたいと思います。こちらです。1576年から77年にかけての出来事をイメージした映像で、赤道山を外国人観光客にも PR するために英語の字幕で歴史背景が説明されています。上杉謙信や僧兵はどなたが演じられたんですか？はい、上杉謙信は越後上越上杉おもてなし武将隊の皆さんに演じていただきまして、うん、僧兵は、中野と町の町民の皆さんにご協力いただきました。そうですか。はい、そして上杉謙信はこの難攻不落と言われた七尾城、
まあ、能登畠山市が、構えておりましたが、約1年かけて、この赤道山の本に立てこもって、落としたと言われております。でその後赤道山でこの、はい、協力していただいた僧兵たちと、月見の宴を開いて勝ち時計を挙げたと言われております。はいはい、この動画がね、一つ赤道山の、興味を持っていただくきっかけにつながれば嬉しいなと思います。はい、こちらの動画は七尾市と中能登町の観光振興に取り組む団体七尾中能登 DMO の YouTube 公式チャンネルで公開していますので、ぜひご覧ください。映画のワンシーンのようなとってもかっこいい動画でしたね。今駒井さんが着ていらっしゃるこの衣装はこの撮影のために作られたものなんですか？はい、そうです。中能登町は織物の町でありますので、はい、こちらの今回の僧兵の衣装も中能登町の布を使って特別に作りました。はい、はい、そしてこの衣装を作っていただいた、皆さんがこちらにおられます主人遊の会の皆さんです。こんにちは、皆さんよろしくお願いします。こういう僧兵の衣装を作るなんて初めてだったんじゃないですか？はい、そうです。どんなところが大変でしたか？最初ね、このイラストいただいて、はい、もうどうして作ろうかなと大変でした。それでね、お近くの寺のお坊さん の、 あの衣と袴と、はい、そしてあの着物を借りて、で型紙を起こして、うん、そしてそれからみんなで考えて布も選んで、町の布を選んで作りました。そうですか。じゃあもう一からの作業でどれくらい？約1ヶ月ほどかかりました。そうだったんですか。もうそれはそれは皆さんの思いがこもった衣装なんですよね。皆さんありがとうございました。さあ、私たちはですね、今大宮坊の中に来ているんですけれども、ここはどんな場所だったんでしょうか？はい、この大宮坊は、はい、赤道山の、うん、全てのお寺を統括する場所でありまして、はい、復元整備を、したんですけれども、うん、こちらの、はい、土間、台所、はい、そして、茶の間もあったんですね。茶の間とか、うんうん、書院座敷とか、はい、赤道山の当時の暮らしが分かる、形で、当時のままのものを、復元整備したというところであります。皆さんの、ね、当時の暮らしぶりも分かりますよね。はい、そして、うん、こちらには赤道さんが、はい、当時一番全盛期には360のお寺さんと、うん、3000人のお坊さんがこちらにいたと言われているんですね。それを表したのがこのこちらの小絵図です。うわ、3000人ってすごい数ですよね。そうですね、密ですね。ねー、いやすごい。だってこの絵を見ているだけでも本当にたくさんのお寺があったんだなというのが分かりますもんね。はい、ぜひまたね、こちらでゆっくり見ていただきたいと思います。はい、はい、そして何やろ。はい、こちらにもう一人私の友達がいます。友達がいます。こんにちは。さあ、久保殿、はい、ご不はいらぬか。ご不、ご不ってあのお守りのようなものですよね。失礼します。じゃあ欲しいです。はい、瞬く間にこしらえることができるぞ。はい、さあさあということで、あのほぼ強制的にご本を作ろうということなんですが、こちらの方は中能登町役場の坂下さんです。障害学習課坂下さん、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。ちょっと今巣が見えましたけれども、はい、さあではご本を作れるんですね。どんな風に作っていくんでしょう。さあ、気持ちを込めて墨を版木に塗れ。わかりました、塗っていきます。これなんて書いてあるんですか？この版には、はい、赤道山天平寺山主と書いてある。うん、どんな意味なんですかね。そこはよくわからないみたいなんですけれどもね、あの守ってくださるんですね、きっとね。はい、あ、ちょっと言葉数が減っちゃいました。減ったでござる。どうしたでござるか。はい、こちらのお風を作る体験は無料でできるんですよね。そうだ、この版木で、体験して自由に持ち帰ることができるぞ。お、嬉しいです。さあ、綺麗に塗れたんじゃないでしょうか。こちらの紙、版紙を、はい、版紙を、表面をつける感じですね。はい、で角に合わせて、角に合わせて、そうじゃ、お、いい感じ。あ、ここでいいのかな。そうじゃ、あ、ちょっと曲がっちゃった。いいです、それもご愛嬌。はい、そして気持ちを込めてするんじゃ、はい、
気持ちを超えて擦りましょう。気持ちどうぞどうぞ。お、いいですね。このなんていうんですか、小学校の頃に図工の時間に版画をねした時の感覚が蘇ってきましたよ。いいですね、いいですね。はい、あ、いい感じだと思います。せーの、どうだ、さいかがでしょうか。お、いいではない。きれいきれいと浮かび上がりましたよ。でこれ、あの御朱印の代わりにもなりますし、うん、記念にいいですよね。そしてこの縁側から見える景色がまた最高なんですよ。本当にね、のどかないい場所ですよね。赤道山は広い敷地内に史跡が点在していますので、この新緑の美しい時期に皆さんも訪れて歴史に触れてみてはいかがでしょうか。詳しい情報は赤道山資料館で検索してご確認ください。今日は駒井さん、坂下さん、どうもありがとうございました。ありがたき幸せ。以上、ふるさとプロジェクト、今日は中野と町からお伝えしました。